なぜ腸活ダイエットは健康的に痩せるのか、その秘密をお伝えしていきますね。この動画をご覧いただきますと、腸活ダイエットをすることで5つの病気を防ぐことができるんです。ぜひ最後までご覧くださいね。このチャンネルではこのような様々な腸活法をあなたにお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しているんです。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきますと嬉しいです。今 LINE にご登録いただきますと、今すぐ取り組める腸活ダイエットの具体的な方法の動画4本プレゼントさせていただいております。ぜひお役立てくださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。まず1つ目の項目です。なぜ腸活ダイエットに取り組むと健康的で綺麗に痩せることができるのかというその理由なんですけれど もうそれはですね、あなたの腸内環境が整うからになるんです。もうあなたの腸内環境が整っていれば、もちろん痩せることもできますし、また健康になることもできる。そして心と体のバランスも取れてしまうという、もういいことずくめになってくるんですね。それほど腸という臓器をあなたがですね、大事に整えることで、あなたのその人生そのものも整っていく、好転していくというそのプラスのサイクルにですね、入っていけるということになるんですね。その具体的な理由はまた次の項目でお伝えしていきたいと思います。ですからポイントは、腸内環境が整うと健康になれて、結果人生が好転するからというお話になります。それではここから2つ目の項目、何をすればよいのかというお話に入りたいと思います。あなたが健康的で綺麗に痩せて、しかも5つの病気を防ぐことができるためには何をすればよいのかということになります。その基本ですね、腸活の基本は1つ目、食事です。2つ目、睡眠。3つ目、運動ということになるんですが、まず1つ目の食事に関しては、もうとにかくあなたの腸内環境を整える食事に置き換えていくということがとてもポイントになってくるんですね。詳しく言いますと、あなたの腸内にいる善玉菌と呼ばれるその痩せ菌をいかに増やして、そしていかに餌を与え育て、いつまでも腸内に住み続けてくださいねっていう、そういうですね、環境を作ってあげられるかどうかが、あなたが健康的で綺麗に痩せるそのどちらにね行くかっていう、その分かれ道になるわけなんですよね。そこで、まあ、私はもうこのYouTube チャンネルでですね、もう何度も何度もお伝えしています通り、こういったものを食べてくださいっていう動画をですね、もう毎日アップしておりますから、ぜひその詳しいお食事内容は別動画ご参考にされてみてくださいね。まあ、ここで一つ言うとしたらですね、発酵食品を召し上がっていただくことになります。例えば、まあ、味噌汁であったり、納豆やキムチ、ぬか漬け、ヨーグルトなどですよね。こういった発酵食品を毎食何かしら一品ですね、取り組んでいただけるだけで、あなたの腸内環境はもう一気に整いやすくなりますから、ご参考にしてみてくださいね。詳しくは別動画どんどんご覧ください。では2つ目です。睡眠も大事なんですよね。痩せるためには睡眠が大事なんです。なぜかと言いますと、寝ている間にあなたの腸がですね、一番元気になる時間帯なんですよね。腸という臓器はですね、リラックスしているその副交感神経と言いまして、自律神経ですよね、交感神経と副交感神経、合わせて自律神経なんですが、このリラックスする副交感神経が優位、まあ、要するにこう元気な時間帯じゃないと腸って動いてくれないんですよね。その時にですよ、例えば日中、まあ、お仕事してたりとか学校行ってらっしゃったり、まあ、いろんなことしてる時ってスイッチオンの状態ですから、やはりですね、交感神経の方がまあ優位、まあ、元気なわけですよね。まあ、逆にこの交感神経が元気だからこそいろいろ活動ができるわけです。ただそれがずっと続いてしまいますと、
もうストレスがかかったりとかですね、もうずっとスイッチオンだと休まらないわけですよね、お体も心も。そうなると心の病気になっていってしまうということにもなるんですが、そこで大事なのが、こういかにこの睡眠時間を確保することで腸をしっかり休ませて元気にしていってっていうことが、結果あなたが根本的なその痩せ体質になる近道なわけですから、やはり痩せる睡眠時間というのは、まあいろいろ諸説ありますけれども、7時間は取るといいですよっていうのが、まあ基本のベースの時間と言われていますから、なかなかね7時間取るってね難しいと思うんですよ。もうよくわかります。もう気づいたらね、はあ、こんな時間でなるじゃないですか。もうすごくね、もう私も同じよくわかるんですけれども、もう今日だけはねもういいかなって、もう明日のねもう食事のこの仕込みとかも、もう明日でもなんとかなるかなとかね、もうたまにはですよ、そういったところから一歩ずつ上手にやっぱり睡眠時間を工夫して取っていただくといいと思います。では3つ目、運動ですね。運動もやはりね大事なんですよね。やはり運動してあげることで、あなたのその腸、まあ、他の内臓もそうですよね、そういった臓器がやはり正しい位置にこう居続けることができるわけなんですよね。例えばいかがですか、本当にね、まあ、こんなことはねないんですけれども、例えばその心臓と腸の位置がこう動いてしまってね、もうこうブヨンブヨンで、もう毎日入れ替わったりしたら大変なことになりませんか。例えばね、腸がねもう心臓に言うんですよね、もういつも私の上にいてね、もうドクドクうるさいなって、もうたまには私がね上に行くわみたいな感じでピャーッと動いてしまって心臓が下に行ってしまうとかですね、大変なことになりますよね。もうえらいことです。ですから、まあ、そうならないためにも私たちはしっかりですね筋肉があって、まあ、内臓も筋肉ですからね、筋肉があることで定位置に収まってくれてるわけじゃないですか。そこをやっぱり鍛える必要ってありますよね、まあ、その臓器の位置にもよりますけれども、臓器の位置以外にもやっぱりその筋肉ですよね。筋肉があることで代謝が上がるわけですよね。筋肉がただあるだけで食べたものを燃やす力がアップするわけですから、もうこれはやっぱり味方につけた方がいいですよね。筋肉がないだけで燃やせないわけですから、代謝も落ちてどんどん太るということになりますと、やはり負のスパイラル、もうどんどん太る道まっしぐらということに、ね、なってしまいますから、やはり運動をすることも大事なんですね。ですから腸活の基本というのは、まずは腸内環境が整う食事をとること、そしてしっかり腸を動かすために睡眠をとってあげること、そして運動をしっかりすることで腸がその正しい位置にいつまでも居続けることができること、この3つがベースということになっていきます。それではここから最後の項目3つ目です。以上をお伝えしました。腸活に取り組むことでどのように病気を防ぐことができるのかということで、今回病気のワースト5をですねご紹介していきたいと思います。まず腸活をするとこの5つの病気を防ぐことができます。1つ目はうつ病ですね。思い当たる方もいらっしゃると思うんですけれども、こう太ってしまうだけでメンタルもやられませんか。例えば人前に出るのがもう恥ずかしくて嫌だとか、避けてしまうとか、今まであんなにアクティブだったのに、こうなんかこう見られたくないっていうのが先立ってしまって消極的になって心も病んでしまうっていうですね、なぜこんなことを言えるかと言いますと、私がそうだったからなんです。私が過去今よりも10キロ太っていて自信をなくし、また体調不良に陥ってですね、人前に出ることができない、そういう時ってもう心もですね病んでいくわけなんですよね。でそれは理由があるんです。なぜかというと、その幸せを感じることができるそのホルモン、セロトニンって言います。代表的なホルモンですよね。そのセロトニンっていうのは全体のなんと9割、 90% が腸管にいるんですよ。腸管で作られている。なので逆に言えば、あなたが腸を汚すような、まあ、過去の私と同じようにですね、まあ、甘いもの、もう白砂糖中毒、まあ、甘いものがやめられない、止まらない、もう毎食毎食食べてるとか、また運動もしていないとかですね、そういってその腸を汚してしまっていると、そのセロトニンがうまくできないですよね。そうすると幸せを感じることがこうできなくなっていく、もうどんどんその負のスパイラルにとこう入っていってしまうわけなんです。でしかもちゃんとしたデータもあるんですね。うつ病患者の方に多いのが腸内環境が悪いっていう、そのデータもはっきりと裏付けが出ているわけです。ですからあなたがもしなんかこう心がうつうつと
辛いとわけもなく涙が出るとかですね、もう逆にもうイライライラってして、もう今までちょっとしたことでもこうおおらかに見られていたことがもうなんかちょっとしたことでもイラッとね来たりするわけですよ。私もですね、あの主人がですねトイレを使った後にそのトイレの蓋をしてないだけでイラッとか言って、もうねいちいち怒ってたんですよね。もう今思えばね、もうごめんねって思うんですけど、そんな蓋閉めないぐらいねいいじゃないって思う。今思えばですね、今は全然気にしませんよ別に、あいつら自分が閉めりゃいいんですよ。もうそれぐらいおおらかにですね、あの慣れるようになったんですよね。また、まあ、新婚当初はですね、あの主人があの毎晩お酒を飲むんですけどね、飲んだら床で寝てるんですよ毎晩。もう恒例なんです、今でもそうです。もう毎晩主人が床で寝ているんですよね。もうそれが許せなくって、もうキーとかね怒ってたんですよ。でも今じゃどうですか、あ寝たねって、うんうんって思ってね、さっとブランケットをねピッとかけておしまいですよ。もうそんなもんです。もうね、もうどうですかこの変化のもう本当ね、あのこんな話いっぱいある、他にもいっぱいあるんですけれども、すいませんね、あの私事で恐縮なんですけど、もうそれぐらいもうおおらかにね私今慣れているんですよね。もういちいちねキーとか怒らない、それぐらいやっぱり私も病んでたなって思うんですよね。なぜかというと腸内環境を汚していたからなんです。ですからあなたももし思い当たることがありましたら、もしくは周りの方、ご家族、なんでこの子はこんなにって心配であれば、まずお食事から見直してあげてくださいね。先ほどお伝えした通り発酵食入れてあげるとか、私別動画でもたくさんたくさん腸活に役立つ食材、ね、痩せる食材とか言ってますけれども、あれは腸内環境を整えて、まあ、結果痩せるっていうことですから、健康になれる食材しか私選んでおりませんので、ぜひご参考にバーッとねチェックして、今すぐ買い出しに行っていただきたいなと思います。それぐらいうつ病には、うつ病の患者様にはその腸内環境が悪いというデータがある、便秘の人が多いというデータもあるぐらい、腸とその心の問題つながってますからね。これを脳腸相関といって、脳にストレスがかかれば腸が弱る、腸にストレスがかかったら脳も弱ると、そういうね、あのもう切っても切り離せない関係性になってますから、ぜひここから見直していただいて、うつ病を予防というよりも防ぐですよね。うつ病なんかなるもんかっていう形で取り組んでいただきたいと思います。では2つ目です、感染症ですね。もう今まさにもうコロナ禍、あすいません、コロナ禍にいるわけです。私たちはもう本当にうつらないように、感染しないようにどうしたらいいかって、一番はですね、どうなったらいいと思いますか。それはあなたの免疫力が高ければですね、まずは感染しないんですよ。あなたの免疫力を上げる必要があるわけです。そのためにはですよ、腸が汚れていては危険なんですよね。なぜかというと免疫細胞の全体の 70% は腸にいるからなんです。免疫細胞が腸にいる、すごいでしょう。幸せホルモンもいる、免疫細胞もいる、腸ってすごいんですよね。それぐらいやはり腸が元気になれば免疫が上がって感染しないんです。怖がらなくていい、冬をそんなにあの必要以上に怖がる必要はないですよってこと。でもベースは免疫を上げておこうってこと、免疫力ですね。そのためにもやはり腸内環境が整っていれば、そういったいろんな、まあ、コロナだけでもなくてですね、新型コロナウイルスだけでなくって、インフルエンザでもそうです、ノロウイルスとかそういった要は感染症にかからない、かかりにくい体をあなたは作れるわけですから、ぜひここで腸活ダイエットが結果腸活健康法にも役立つわけなんですね。で3番目に行きましょう、アレルギーです。アレルギーってね辛いですよね。今、まあ、3月に入りまして、あの花粉症でもう本当に先生苦しいってね、私のサロンにもいらっしゃってる方も多いんですよね。そういった方はやはりストレスがかかっている方が多くって、結果どうなってるかというと、その腸内環境が乱れているからなんです。あの実は私の主人もですね、もうひどい花粉症で、もう10年前はですね、もう電話がかかってきたら、うむしむしみたいな、何かあった、泣いてるけどとかね言うぐらいすごい涙声で鼻声で、もう別人だったんですよね。でもうその病院に行くとですね、その誓約書を書かされるわけですよ。それなんでかっていうと、ものすごいきつい薬をやっぱり処方する注射なんですけど、何かあったっていいですねって、こ
ここにちゃんと一筆サイン書いてくださいっていうその誓約書をですね書かされるような状態で、もう私の主人は彼はですねもう毎年毎年そのようなこう状態だったのに、今はですね一緒に夫婦で腸活してるんですけれども、もう全く病院にも行ってなければ、注射打つこともなく薬も飲むこともなく、もうそれはそれは体重もですね10キロ以上減ったんですよ。私も彼もですね、主人もそれぐらい夫婦でめっちゃ元気なんですよね。これはですね、あなたのもしご主人様もお腹がボーンって出てて、もう花粉症で辛く、もう本当に毎朝起きるたびはもうきついきつい、会社早く辞めたい、仕事辞めたいとか言ってるようなご主人であれば、もうぜひですねあなたとご一緒に腸活に取り組んでみてくださいね。必ず変わりますよ。腸活ってですね裏切らないんですよ。きちんとすれば必ず結果が出ます。逆に腸に裏切るようなことをされると、もう簡単に裏切られるんですよ。ですからね、そこを気をつけていただきたいと思います。ですから私の主人で言えば花粉症が治った、で私自身はアレルギー性鼻炎が治りました。もう私もこれがもうご経験ありますか？耳鼻咽喉科に行くと鼻で行くとですよ、鼻にこう入れてこうわーっと薬がこう出てですね、煙なんかスチームでしょうか、でこうほーとかってね、口開けたままこうつるよよとかなりながらしてたんですよ。もう今全くしませんからね、ここ数年病院行ってないです。本当にそれぐらい私はこの腸活で健康を手に入れて、結果マイナス10キロになって、このように体調不良からですね克服されて、あなたの目の前でこうしてね楽しくお仕事をさせていただいているわけです。あなたにもお伝えしたくてしたくても仕方なくても毎日ですね配信しているわけなんですよね。ではどんどんいきましょう。4番目、がんです。実は私のですね父は私が高校2年生の時に肝臓がんで亡くなっております。今思えば本当に腸に悪いこと、悪い環境だったんだな父はってね、もう思い出せば出すほど、あれもだこれもだってやっぱりね思うことが多いんですよね。思い出します。今でも時父が腸活に出会ってたら今一緒にね過ごせてたんじゃないのかな、孫の顔を見れたりとか、まあ、私の主人にも孫にも会ってないわけですからね、本当に良かったんだろうなって思うわけですよ。なので私の母はですね41歳で未亡人になってるわけなんですよね。本当に今毎日泣いている姿今でも思い出せるんですけれども、やっぱりそれぐらい今もがんって皆さんご家族もしくはご自身ももしかしたらもうすでにご経験あるかもしれませんよね。その原因の一つがやはりあなたの腸が、ね、汚れているからなんですよね。腸が汚れますとあなたの血液がこう汚れていく、血液の汚れががんですからね結局。なので血液がきれいであればがんにはそもそもなれないわけですよ。でもいかがですか、ストレスがかかる毎日、食事もそのストレスでね悪いって分かってるんだけどもやめられない、止まらないということで、もうどんどん食べてしまう、太ってしまう、でも気持ちもね病んでしまうのも、もう悪いサイクルですよね。その結果のままつがやっぱりがんになってしまうわけですから、がん患者の方にもやっぱり腸内環境悪い、便秘の人が多いっていうもうデータが出てますから、ここはもう本当に全部つながっているんですよね。ですからもし、あなたががんになって克服されたとしても、周りにそのいらっしゃった方、もしくは今からその予防ですよねなるものかと、そういった場合も全て私がお伝えしています。この腸活が役に立ちますから、ぜひどんどん取り入れていただいてお役立ていただければなと思います。ではいよいよここから最後の5つ目ですね、認知症になります。アルツハイマーなどのその認知症といいますのは、実はその腸内細菌の種類、多様性ですよね、が著しくバッとね減っていくっていう、その関連性がやはり確認されている病気になるんですよね。なので逆を言いますと、腸内環境が整っていらっしゃる方というのは認知症になりにくい、結果予防できるということになります。でちょっとねいかがでしょうか、あなたの、そのご両親がなんか最近ねもう同じことばっかり言ってるなとか、あれを伝えていたのにもう忘れてるとかね、心当たりないでしょうか。もちろんね若い年代の方でも今この認知症が進むと言われてるぐらい今すごくね社会問題になってますよね。認知症の方を抱えたご家族の方って本当に本当にね大変なんですよね。そのご本人はもう分からないのも本当にお気の毒なんですけれども、そういったご様子を見ているご家族の方ってもう本当に心がね痛むと思うんですよ。
もう最後はあんただねって言われたらもう本当にね、もうなんとも、もうどんとも気持ちなのかなって私思うんですよね。私も今母一人でね頑張ってくれてるんですけども、あのそんな母からあんただねって言われたらもうなんかもうね、もうたまれないですよね。本当にそういった形でそういった環境で頑張っていらっしゃる方って多いんですよね。ですから今からその、まあ、認知症の気があるなんかおかしいっていう場合もそうですし、今からやはりそうならないためにも腸活がもう本当に役に立ちますから、もうぜひご自身もそうですしご家族のためにもこの腸活、先ほど腸活ポイントをお伝えしましたね、食事と睡眠と運動です。この3つをしっかり取り組んでいただければ、この5大病気ですよね、病気を、まあ、防ぐことができますから、ぜひあなたも役立ていただければと思います。さあ、いかがだったでしょうか。この動画ではなぜ腸活をすると健康的で綺麗に痩せることができるのか、結果こういった病気を防ぐことができるのかという具体的なポイントをまとめてお伝えしてまいりました。ぜひあなたご自身と、そして周りの大切な大切な方々のためにお役立ていただければ、もう本当にこんなに嬉しいことはありません。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。